もうすぐ日が暮れる。ゾンビが出てくる前に逃げないと。武器と薬がいるな。あそこがガソリンスタンドか。危ない目に遭わないといいな。怪我だけはごめんだ。俺はゾンビだ。気をつけよう。ここで怪我でもしたら面倒だ。抗体医薬品はないかな。スカベンジャーに根こそぎ奪われてないといいけど。くそ、空き缶だ。抗体医薬品だ。これで感染の初期症状を治せる。ありがとう、ハーミア。まずい、ゾンビだ。化け物ども、次から次に浮いてきやがる。銃声につられて他のゾンビが押し寄せてくるかも。さっさと逃げよう。ゆっくり足音を忍ばせて、ゾンビに気づかれないように。そこはスクラップ場か。危険そう。ダメだ、この先はゾンビだらけだ。スクラップ場に行くしかないな。光った。まだ使えそうだ。バイクだ。見た目も綺麗だし、まだ使えそうだ。すごい数のゾンビだな。いい銃を持っていてよかった。この天下プラグ使えるかも。あそこが修理工場か。欲しい工具があるかも。ガソリンも欲しい。この辺を探してみよう。嫌な予感がする。早く逃げよう。やった!ここじゃ運転は無理だ。もっと先まで行ってみよう。服を汚れでゾンビを負ければ無事にシェルターにたどり着ける。こちらレイブンシェルター。誰か生存者がいるなら応答して。こちらのやった無線。止めれ。何者だ。通行証を見せろ。確かに襲撃ではなさそうだな。シェルターに入りたいなら先に登録と検査を済ませろ。ついてこい。検査所はあっちだ。こっちだ。ここだ。ちゃんと検査に協力しろ。レイブンシェルターへようこそ。中に入る前に検査と登録をお願いします。すごい傷。ゾンビに襲われたの。ドクターマイク、入り口に負傷者がいます。急いで来てください。新しく到着したサバイバー、緊張しなくていいわ。ここはレイブンシェルター。ここにいれば安全よ。初めてシェルターに来たわけだし、安全のためにもあなたにセキュリティチェックとメディカルチェックをするわね。悪く思わないで。ありがとう。そうだ、紹介がまだだったわね。こちらはドクターマイク。あなたの検査と治療を受け持つ担当医よ。ああ、どうも。医師のマイクです。レイブンシェルターの医療責任者をやっていますが、他のアウトポストに応援に行くこともあります。さて、まず傷口を見せてもらえますか。なんてことのないかすり傷です。包帯を巻いて一晩よく眠れば問題ないでしょう。ついてきてください。ゆっくり休める場所に案内しましょう。こっちです。ちょっと待ってください。老いぼれを置いていくつもりですか。ここが最初は廃墟も同然だったなんて想像できますか。あの頃のことは今でも鮮明に覚えています。ここはケイン、シェリー、キャサリン、レイブン小隊が一から建設したんです。ただのシェルターにはないものも加えている。川沿いの高田や牧場も昔は荒れ地でした。ケインが仲間と共に作物の種や家畜を取り戻してくれたんです。本館の信号灯とヘリコプターはキャサリンが苦労して使えるようにしてくれました。無口ですが芯の強い女性です。シェリーが作った学校まであるんですよ。彼女は校長先生なんです。子供たちもみんなあの子が大好きでね。今夜はここに泊まってください。きっとこの部屋が気に入るはずですよ。そうそう、君に測定器を渡しておかないと。あれ、どこへやったかな。ああ、私としたことがリビングのテーブルに置き忘れたようだ。とても便利なケーキなんですがね。簡単な登録を済ませればいつでも自分の体の状態をチェックできます。君が背中に背負っているものよりも役に立つはずですよ。行きましょう。リビングのテーブルにあるはずです。サバイバルゲージのアラームか。はあ、今日は疲れた。シャワー浴びて寝るぞ。最高。熱いシャワーなんて久しぶりだ。今日はきっとよく眠れるぞ。感じ。はあ、眠い。気持ちよさそうなベッドだ。やっとぐっすり眠れた。ここのところヘトヘトだった、気持ちよかった。生き返った気分だ。きっと体の計測値も完璧だろうな。腹が張って痛い。トイレ服がやけに汚い。砂に油汚れに泥。全部昨日の旅行の収穫か。いくらなんでもひどすぎる。きれいさっぱり洗い流そう。急いで洗わないと。洗濯機は下の階にあったはず。こんなのが使えるのか。夢じゃないだろうな。ぐっすり眠れたようだな。俺は一晩中警戒しっぱなしだ。お前が夜中に暴れでもしたら飛び出してってパンとやれるようにな。冗談を言っているわけじゃないぞ。悪い奴らがいつもここを狙ってやがるからな。お前は違うみたいだな。では友よ、レイブンシェルターへようこそ。お前、シェリーの友達だろ。あの子に会いたければ、右側の道をまっすぐ行けばいい。きっと嘆きの壁にいるはずだ。